続いてやってきたのはマニラ首都圏警察官養成学校。警官を目指す総勢490人とともに、ここでカノが身につけるのはフィリピン式格闘術。警棒、ナイフ、拳銃を使用したより実戦に近い訓練である。カノエコです、よろしくお願いします。まずは基礎訓練、教官の合図が出るまで延々と繰り返し体に染み込ませる。ところが、一人のミスは全員のミス。現場では一人が犯すミスがチームの致命傷となる。それゆえここでは全てが連帯責任だ。その後も実戦さながらの厳しい訓練を積んだ亀谷。いやこれね、相当ためになりましたよ。もしナイフやピストルで襲われたら絶対役に立つから。拳銃 OK、ナイフ OK っていう結構凶悪な街ですから、これぐらいのトレーニング積まないと犯人を逮捕できないんですね。相当くたばった。丸一日の研修で警察学校を卒業。ついに新人警察官として街へ出る。すげ